皆さんこんにちは、鈴木恵美です。前回アイメイクのやり方を、シェアさせていただいたんですけれども、たくさんの方が見てくれて喜んでいただけたみたいで、嬉しいです。ありがとうございます。今日は、ベースメイクをやりたいと思います。はい、私はずっともう肌に関してはマットの肌が好きで、そういう風に肌作りをしていたんですけど、なんかもう最近は結構ちょっとツヤが残っているんだけど、こうやっぱこの辺がベタベタしてると髪の毛がくっついたりするのは相変わらず苦手で、なのでなんか部分的にツヤを残したり、マットにしたりっていう肌を最近は作っています。で、肌のツヤに関しては後からこう何かハイライター的なもので足すっていうより、私は乳液、今使っている乳液があって、それのツヤを生かすやり方でやっています。でその乳液っていうのが、私が、商品の、アドバイザーをさせてもらったり、あとパッケージのデザインをディレクションさせていただいているソフィスタンスっていう商品があって、それの開発中の乳液でまだ売られてないんですけど、その乳液が本当にね、ツヤがすごくて1枚膜を張ってくれるような仕上がりになるので、わかるかな、これ乳液を今塗ってスキンケアしかしてないんですけど、ツヤがすごくて、これを活かすやり方でやっています。でスキンケアが終わったら下地とかは私は今使っていなくて、もう直接ファンデーションを塗ってしまうんですけど、ファンデーションはもうずっとクレドポーのこのファンデーション、リキッドファンデーションを使っています。これお値段ちょっとしちゃうんですけど、伸びがすごく本当に良くて、ちょっとの量しか使わないので結構ね、実はコスパいいんじゃないかなって私は思ってます。でそれをこういう風に筆で取って、もうこの量が私の1回分で、直接肌に筆でこういう風にのせていっちゃう。そしたらもう手で伸ばす、頬の中心とここ鼻の下とかをメインに伸ばします。このファンデーションは伸びがいいのはもちろんなんですけど、なんて言うんだろう、もうクリーム、色がついたクリームのような質感で、私ファンデーションに関しては本当に、まあ、仕事柄たくさんのファンデーションを試すんですけど、毛穴に溜まったり、あとなんだろうな、カバー力が高すぎるものって結局乾燥してしまうとか、そういう問題が起きやすいので、私の肌に関しては特に薄いので、なんだろう、血管とかも見えちゃうぐらい薄かったりするので、なんだろうな、クリームの延長線上のようにある質感のファンデーションが好きです。なんか肌作りに関しては、そのもともと持っている赤みだったり、こうちょっとした影を生かすっていうやり方もあるんですけど、私は全て消し去りたいっていうタイプなので、全て消し去るようにやっています。はい、この口角のここと鼻の下で、他の肌の色と比べたらこう少し青いというか緑というか、ちょっと色がくすんでると思うんですね。そこもしっかりのせてトーンを合わせてあげる。特にこの口角の下は
明るめの色をのせてもいいと思います。はい、これでファンデーションが終わって、これからコンシーラーに行くんですが、コンシーラーは私はアディクションのこれ限定だったかな、8色入っているパレットがあるんですよ。限定だったかも。これを使っています。で、なんだろう、これはすごくカバー力があって一番よく使ってるんですけど、これとは別で今試してる他の製品もあって、RMK の筆になっているタイプのものと、あと資生堂のスティックのコンシーラーも試しているんですけど、この3つの中だと、うん、カバー力で言うと資生堂のスティックが一番カバー力があってピタッと止まる感じで、一番緩いのが RMK は、なんだ、本当に薄付きで、こうなので乾燥しやすいところはこれもおすすめです、はい、今日はいつものアディクションでいきます。まずクマ、カメラ越しだとちょっとどこまで映るのか不安ですが、なんとなくで参考になったらいいな。クマに関しては、なんだろうな、ここ目のここから塗ってしまうと、あの、まあ人にもよると思うし、こう目の形というかお肉のつき方次第だと思うんですけど、ここに乗せてしまうとここも明るくなって、でここを消したいのにここも明るくなると、ここが余計にこう、なんだろう、また影に見えちゃう時があるので、私は本当にこうクマの色が気になるところだけ にのせるようにしています。こういう広い範囲のところにコンシーラーをのせるときはこれくらいの筆で十分だと思うんですけど、なんかもっとこうピンポイントで赤みとかちっちゃいところを消したいときはもっと細い筆、これくらい、今使ってたのがこっちで、点で描けるような、これは MAC の、ジェルアイライナーに使うような筆なんですけど、そういう筆を使ってあのコンシーラーを取って、もうトン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 って点で消していく感覚でやるといろいろ消しやすいと思います。じゃあ、ここから全てを消し去る作業に入ります。まあ、なんだろうな、目立つところから消していくんですけど、一個消すと違うところが気になってきたりするので、もう寄ってみたり引いてみたりしながらくまなくやっていきます。
私は最近はシェーディングもハイライトも使っていません。いっぱい重ねてしまうと、まあ、今夏っていうのもあるんですけど、どうしても重ねた分だけ、崩れやすくなるっていうのもあるし、もうコンシーラーで、なんだろうな、前に出して見せたいところには明るい色をのせて、こうこの辺りの肌ってここを明るくすると必然的に暗くなるので、なんだろうな、自然なシェーディングになってくれるというか、こうあんまり過度にパウダーとかでシェーディングは使わずにコンシーラーだけでコントロールできるようにしています。はい、これでコンシーラーが終わったので、パウダー、フェイスパウダーをします。フェイスパウダーはもうこれもずっと使っているシャネルのパウダーなんですけど、これを筆で取って、こういう風に一回ティッシュの上でくるくるってして、このブラシの中までパウダーが入るようにして、ポン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 ってのせていきます。その時ここの頬の高い位置のツヤは残したいので、ここには粉はしません。はい、で鼻なんですけど、ここはお顔の中でもオイリーになりやすい箇所なので、ファンデーション塗ってコンシーラーも塗ってしまうと崩れやすいかなって思うので、私はもうここは最近ね、パウダーのファンデーションを実は私初めて使ったんですけど、今ちょっとお仕事で試しているマキアージュの粉ファンデがあるんですけど、これが小鼻とかには本当にすごく良くて、もう色ムラもシミとかも毛穴とかも全部なかったことにしてくれちゃうの、全部埋めてくれるっていうか、カバーしてくれて、でこれだけなので、出先で直したりする時もすごく楽だし、本当にいろいろ重ねずに済むので崩れにくいです。とてもおすすめ。はい、こんな感じでコンシーラーとパウダーが終わります。で、なんだろうな、ハイライトまではいかないんですけど、もうちょっとこの辺りをこう明るく見せたいときは、スックの、すごい使い途中なんですけど、このパウダー、リタッチプレストパウダー1番を私は使っているんですが、これをここ縦にさらっとのせたりします。はい、であとはもうチークをして終わりです。チークは、ディオールバックステージロージーグローの、ロージーグローが 色かな、こういうピンクのパッケージで、中はすごくサイドの高いショッキングピンクのようなピンク色なんですけど、これが肌の水分量によって発色してくれるチークで、それをこの資生堂のチークブラシで取って、頬の中心、ここ
はい、これで完成です。自分の顔の骨格だったり、見せたい女性像が皆さんいろいろあると思うので、ぜひ今日は私のやり方をシェアさせていただいたんですけど、何か応用できるものはぜひ応用していただいて、自分に合ったメイク、自分の個性がキラッと光るようなメイクを見つけていただければと思います。ありがとうございました。